さあ、埼玉だ。さあ、投げつけ、ゲブロ。先手はスカップ。さあ、ここで切り返す、クローズ。さあ、再び、周回距離での攻撃状態。先にゲージを貯めて、決め手を打つのはどちら？強気に前のダイキック、暴れてくる、クローズ。しかし、ハリスはちょっと厳しいか？まだ暴れる。おもらし！これは厳しいか？ピンタ砲力！しかし、まだしない。いや、これ見るか？見るか？まだ見られない！しかし、一発圏内、怖い！投げられて、死んだ。一本目はクローズ。さあ、刻んで、発見当たるが、こういう方は見ない。さあ、ターンを取り返すスラップ、端に詰めているが、盛り返されて、もう一度端に詰めて、ターンを取り返して、投げる。ハリス逆転、もう一回投げる。スクラップターン。さあ、投げ返されて、体力は2位の取ったが、まだ、決定打にかける。この体力差なら、攻撃圏内。さあ、強気に裏に回って、怖、陣内。スクラップ取り返せ。なんとかラウンドを取ったこのゲージがちょっと厳しいが、さあ下がってゲージを耐えて、たまった。さあ投げる。さあこっから出品の時間、投げる。ゲージは2本、7投げる。さあ逃げたが、こっから殺せる手はあるのか。反対側の橋へ差し込んだ。襲来勝利。さあ無理やり、さあ下がる。無理して攻めない、付き合ってられない。そして橋へ差し込む。さあ勝てない勝負どころか。下がる。うっ、足、ここまで我慢したのに欲を出してしまった。取ったのはクローズ。